クリスティーナ・リッチはアメリカ合衆国の女優。身長153センチメートル。クリスティーナ・リッチと表記されることもある。カリフォルニア州サンタモニカにて4人兄弟の末っ子として生まれた。父親は弁護士資格を持つ精神科医であり、母親は元モデルで不動産関連の仕事をしていた。自身の生まれについてリッチはイタリア系というよりは、 スコットランドアイルランド系だと語っている。子供の頃はニュージャージー州モントクレアに移り、そこで高校1年まで過ごした後、ニューヨークの私立学校プロフェッショナルチルドレンズスクールに転校。両親は1993年に離婚し、以来弁護士の父親とは会っていないという。両親の離婚後、自傷行為に走ったこともあった。8歳の時に、 学校劇に出演していたところを見出され、TV コマーシャルに出演。そして、9歳の時に、子役として、恋する人魚たちに出演し、映画デビューを果たした。その後、アダムスファミリーシリーズのワンズデイ役で人気が出た。演技を学んだことはないが、現在は子役から脱皮し、演技派として様々な作品に出ている。1998年の作品。 バッファロー66での演技はそれを裏付けるものであった。以後、特に数年間は集中的に多くの作品に出演した。近年はメジャー映画からインディーズ映画まで、またコメディ映画からジョニー・デップと共演したスリーピー・ホローなどホラー映画まで幅広いジャンルの映画出演を続けている。また、自身の制作会社ブラスフィーム・フィルムズを設立。 プロデューサーとしても活躍している。一時期虚食症に悩んだという。また、胸を小さくする手術を受けている。いずれも背景には、役作りという一面がある。2006年に雑誌 W の表紙に、トナカイの毛皮姿で掲載されたことからペタから、この年の最悪ファッションセレブの一人として、名前が上がった。この出来事により、リッチ自身のファンサイトが閉鎖したことを受けて、 リッチは毛皮を着用しないと表明した。後日、ペタの代表は最悪ファッションセレブから、リッチの名前を消した。2003年から2006年まで、俳優のアダム・ゴールドバーグと交際。2009年3月に、コメディアンのオーウェン・ベンジャミンと婚約したが、同年6月に解消。テレビドラマ、パン AAM、パンナムの撮影現場で出会って交際中だったスタッフのジェームズ。 ヒアーデゲント2013年に婚約した。2013年にヒアーデゲント結婚。2014年に第一子が誕生している。2020年7月ヒアーデゲントの離婚を申請した。ザ・ミンクス・エフェクト。2003年11月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年11月22日閲覧。クリスティーナ・リッチ。 2012年10月4日閲覧。子役から、今や、個性派女優に。クリスティーナ・リッチ、14年ぶり来日。映画 .com。https コロンスラッシュスラッシュ映画 .com スラッシュニューススラッシュ20071220スラッシュ5スラッシュ2020年7月7日閲覧。クリスティーナ・リッチ、毛皮騒動で新たな決意。シネマトゥゲイ 2009年1月30日閲覧。クリスティナ・リッチ、コメディアンの恋人と婚約。身長差40センチカップル。シネマトゥデー。2009年3月19日閲覧。クリスティナ・リッチ、応援ベンジャミンとの婚約を解消。シネマトゥデー。2009年6月5日閲覧。ジャスティン・ラビッツ、クリスティナ・リッチ・カンファームズ。 シーズエンゲージドツーボーイフレンドジェームズ・ヘアーデーガン。US ウィークリー、2013年2月2日閲覧。アダムスファミリー、クリスティナ・リッチャが離婚、DV 騒動も。シネマトゲー。https コロンスラッシュスラッシュ www.cinematoday.jp スラッシュニューススラッシュ n01171352020 年7月7日閲覧。 3P ホローの上映スケジュール、映画情報映画の時間、ありがとうございます。